すでに昨日、他社の新聞社の講演でもお話しされたかもしれないんですけど、総選挙終わって2週間経ってないのに、先般の人生100年会議かなんかで、このパッケージ2兆円のものについてですね、財源不足3000億円という金額を安倍総理の方から榊原さんに向けて言われたというんですけど、いきなりその金額出てですね、議論をするというよりも、それで教育の無償化、事業主拠出金という部分の拠出率をどういうふうにするかというのは問題になると思うんですが、選挙中、その政策の議論を進めてほしいという経済団体の要望があったにもかかわらず、まだ国会も開いてないのに、いきなりですね、財源の話するというのは、勝てば過言だから、多数与党何やってもいいのかという点もあるんですけど、この辺について、何を感じのお考えを、お聞かせください。昨日一部、基本的には前向きに対応すべきだろうということを、一応述べたんですけれども、これ、振り返ってみると、選挙で、消費税を8から10に上げて、もともと大まかに言って、5分の4は最終的に財政の、今までの部分を安定化するというか、ここに戻すっていうかね、それで4分の1を地方社会保障にやるという一体改革っていうものを変更して8から10に上げるについて、2兆円ほどの、目の子で2兆円ほどの部分を教育、特に幼児教育から高等教育まで含めて、その利点、詳細はどうあれ、ということで、自民党は選挙を戦ったと思うんですよね。で、他の野党は即凍結とか、もう少し皆さん、生活者がある程度実感を持って、豊かになったなというところでないと、また、クエンチされてしまうだろうというのが、選挙戦の違い、少なくとも政策の違いだったと思うんですよね。で、その前にはその、教育国債っていう議論もあるでしょうし、自民党の中では子ども保険っていう、そういう議論もあったわけで、経済同友会は前々から、その10でもまだ足りないと。計算、算数で計算すれば、普通の3、名目3の実質に、あるいは 2の1ぐらいを仮定してもね、どう考えても17%ぐらいにいかないと、プライマリーバランスゼロはおろか、ましてや、その今までの負債を返していくっていうレベルには来ないということで、とにかくやっぱり、あまねく、全体から取る消費税というのがフェアではなかろうかということを主張した中で、いつまでたっても8%というのまで2回も申し出されたで、野党は全くもって消費税大反対の合唱の中で、今回8から10に少なくとも上げるとされど、みんな国庫に持っていかれるというか、その借金返済にかなりの部分がいってしまって、社会保障さっきの4分の1ぐらいしか戻らないっていうんでは、やっぱり、増税感は拭えないだろうし、特に日本人のメンタリティとして、日々のこの生活で、非常に生活が厳しくなるっていう感覚がある、そういう今、雰囲気の中では、そう簡単にいかない、だから、戻したらいいんじゃないか、一部をね。だからその一部を戻すっていうのは2兆円相当の教育投資ということで、消費者にも一定程度の還元されたっていうことで、8から10に上げることをやはり認めてよと、こういう論法で、我々としてはもうここへ来て 8% で固定化してしまうということが一番まずいんじゃないかと。やっぱり消費税ってのはヨーロッパなんかほとんど 20% ぐらいの世界の常識って中で、
まだ 10% ぐらいで固定化してしまう、 8% で固定化しまうってのは、花がやっぱりこれ世代会計っていうかね、次の世代に対して、極めて、その大きな借金を残してしまうというか、負荷をかけてしまうということが本当にいいだろうかってなったらすれば、一定程度やっぱりバランス取って返すものは返していくっていう戦法、考え方っていうのは相対的には僕は理解できると思うんですよね。全く8に固定して、もうあの他の手の打ちようもなく、プライマリーバランスもどん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 遠のいていくっていうより、まあ、2兆円なり、まあ軽減税率考えると戻すのはせいで1兆円ぐらいになっちゃうかもしれないけれども、この上げたっていうことが非常に重要になると思うんですよね。でまあそういうのがまあ今までの経緯で、それで選挙が終わって、次の予算も含めて非常にタイトな中で、いろいろこう計算して目の子でその、5兆円から 5.6 兆円ぐらいの2%上げることによって増えたと。でそういう中でじゃあ割り振りをどうするかっていう中で、まあやっぱりせいぜいこの 1.7 兆円って言葉もそれほどすごい明確な数字とは言えませんけれども、まあ概略 1.7 兆円は、政府の方から使ってこの 5.6 兆円なり、消費税分の 1.7 兆円はなんとか使えると、教育あと3000億分が足りない、これをまあ民間に、民間って言いますが、今までの子ども保険というのはやっぱり会社だけじゃなくて従業員にもやっぱ負荷がかかりますから、ということはその子ども保険的にはその税金はステイしても保険でまた上がっちゃうっていう実態としてのロスが家計に出てくる。だったらそれはやめて事業主の拠出金という形で会社だけが払うというところで、3000億というのは、3000億自体が本当にリーズナブルかどうかは別として、いずれにしても、返すものは返すし、民間の企業体が、そのぐらい面倒見てくれっていうその思いは、ね、今までの経緯からすると、子ども保険とか教育国債よりはまだマシかなと。だからそれはやっぱり真剣に対応すべきだと思うんですよ。ただどこに使途を例えば保育所の、非常に拡張強化、そういうのも含めてね、そこをもっと明確にするのと、これがなし崩し的に何か足りなくなると、そういう事業主なり、外形標準課税みたいなものを含めてみんながその民間の企業体だけにこう負荷をかけてくるっていうのはどこかでやっぱり止めなきゃいけない、あまり永続するものではないでしょうから、3000億なら3000億に玉をはめる方策とかそういうのを見て、で具体的なところをどうするかっていうのは、これは経団連もやっておられるでしょうし、経団同友会としても、委員会がございますんで、その委員会でちょっと非常に時間ないとはいえですね、いろいろ議論、今までの情報と状況を整理して、それなりの意見を述べていきたいというのが今現状でして、ただ感覚的にはご承知のようにだいぶこの安倍さん政権になって5年間、だいぶ企業体っていうのは明らかに、内部留保だとか現金に対してどう見るかはこれ相当見方は違うんですが、今の収益ですと相当その、金融系はマイナス金利で一部かなり苦戦を強いられ今後強いられる部分も予想はできますけれども、一般の事業体はかなり利益が出ているというのは、これはもう数値的にはっきりしているし、去年も15、6% ぐらい収益増益になってますし、今年もおそらく2018年3月期も10倍以上の増益ということは期待されてますんで、それはやっぱり企業の一種の社会的責任、給料を上げるという、次の質問はそれになるかと思いますが給料を上げるというのも含めてね、
だからさっきの子ども保険だとやっぱり個人からもお金取ることになっちゃうんで、事業費、まあ、そこは取らないで実態として、給料に対しても次の回転を良くするっていう意味では当然理屈にかなったことなんで、そういう方向で今考えようと思ってます。わかりました。内容外にすでにおっしゃられたんですが、連合がね 2% ベアの引き上げを要求している中で、ね、まあ、これも安倍さんがですね、3% の賃上げを求めたと、まあ、連合の組合地方体よりも官邸の方が高いという、これも今の企業業績と見ればいいんでね、出せない金額ではないかもしれません、まあ、後者の判断なんでしょうけども、これまで4年にわたって、まあ、ベア上げてきたんですが、さらにここでもっと上げるっていうのは、昔の高度成長の時にその給料が3割上がったり、そういう時代が多分大変感じるところもあったと思うんですけども、そういうことをもう一回現実して、その、まあ、言ってみれば経済の好循環につなげたいっていうことも、そのもうちょっとその強めの要請だと思うんですが、改めてこの 3% 要望についてどういうお考えか。まあ、数値的にはね、連合の 2% ってのはベースアップを 2% って言ってると僕は理解して、で総理の言われてるのは 3% ってのはその定期昇給だとか全てボーナスとか、それとベアと全部合わせて 3% ってことになるんで、連合の 2% の方がやっぱり相変わらず高いですよね。で、まあ、今までここ数年のトレンドも外略、まあ、大企業、中小企業を300人以上か以下かってので分ければ若干の違いはあるにしても、大体この全体の給料アップってのは 2.数%っていうか 2% ぐらいですよね。でベースアップはそのうちのまあコンマ 5% ぐらいですかね。コンマでは4からコンマ5ですから、まあ、4分の1ぐらいがベースアップで、4分の3は定期昇給とか、まあ、ボーナスのアップとか、そういう一時金だと思うんですよ。だから、まあ、少なくとも連合のそのベースアップ 2% ってのは今までコンマ5だったものが4倍要求してることになるんで、これはやっぱりとてもそうは無理だろうと。で僕はこの前 2% ぐらいは、まあ、今の状況だと企業は結構対応できるんじゃないかって申し上げたのは、その安倍さんの言ってる 3% に対応するっていうか、その今言ったベースアップも低昇も一時金も含めたそういう額だと思うんで、まあそういう意味では 3% はやっぱりちょっと高いかと思うんですが、今まで前年に 2.1 とか 2.2 ぐらいですから、これを下がるっていうのは今回いろんな業績見てますとね、ないだろうということで、まあ 3% というのはかなり高い目標だなとは思いますが、それよりここ 4、5 年続いてますその官製談合っていうか、もともと給料ってのは官製春闘か談合じゃないか、そういうのはやっぱりいつまでもやるのかねと、まあこれはやっぱり労使の給料ってのは問題、これ資本主義社会のもう自由 の世界では当然 それが正常な対状況でしょうから、まあその辺はそろそろ主体的に労使がやるべき時が来つつあるのかなとこう思ってますし、そこはもう本当に消費を喚起して、まあ企業ってのはどこで儲けても儲けは同じなんだけども、やっぱり、まあ、海外への進出っていうのはすごい勢いで、まあ、円安とはいえですね進んでる中で、やっぱり地方創生含めやっぱりそういう意味で同じ状況なら当然日本国に投資し日本の従業員に報えるっていうのはこれも当然のことだと思いますね。労使でやっぱりよく議論したらいいと。産経広です。中国の共産党のですね新執行部体制についてなんですが、これについてどういうふうに評価されているかということと、特に
まあ、日本企業からすれば過剰生産に対する、対応をどのように取っていくか、鉄鋼ではかなり動きが出てきたように見えるんですけども、これ集大成、新しい体制でですね、これがまだ加速していくのか、いいか、日本経済としては関係すべき方向にあるのか、どういうふうに評価されているかお願いします。まあ、習近平体制、今回の個々の、人物はどうあれですね、ますますその独裁的専制政治にこうより習近平さんがやりやすいような方向っていうで、社会主義強国論というか、侵略はしないけれども強い中国、世界に冠たる中国と、こういう中でやっぱり目線はおそらく今習近平64歳で20年30年先、最低ね、ひょっとして100年先を鄧小平と同じように見ているんじゃないかなと。ですから、この5年でやめる気は全くなくて、最低あと10年は主席の座にいて、将来ともどもまだ2、30年自分の権力のもとに世界制覇って言いますかを目論んでるんだろうな。だからそれが難解であり、いろんな港に対する戦略であり、一帯一路であり、尖閣列島への対応だと思うんですよね。だから、そういう中で日本がその持続可能性っていう、金融も持続可能性、財政も持続可能性は一体どうなるのか、社会保険の持続可能性もあるけれども、極めて、これは対応時間のこう長さっていうのは20年30年の先を見ると非常に日本としてどう対中国、あれも当然のことを今対北朝鮮、これは大きなやっぱり重要なポイントかなと、こういうふうに 見ざるを得ないですし、9月に45周年友好記念式典っていうのに北京に行ったんですが、その時の劉生生さんって今度お辞めになったナンバー4東華線さんとかいろいろお話聞いてますとね、こちらサイドから言ったのは河野洋平さんとか、昔の彼らの親父さんの時代からこう長い付き合いをしてした人がかなり中心的に行ったんですが、あと田中角栄の娘さん田中真理子さんもいましたけど、彼ら、長い付き合いだったんでしょうけど、やっぱり今日本に対してすごく厳しいこと言ってるんですよね。南海諸島のことなんて日本には関係ないのになんであんなものコメントするんだとかですね、尖閣に含めても、日本とはなかなかその安倍政権に対してはかなり強い口調でこう所信を述べておられたのを見てますと、やっぱり今安倍政権非常にグローバルに海外対応って言いますか、長期政権というか5年間で非常に以前1年ごとに変わる総理と違って非常に外交ではヘゲモニーを握っていると思うんですよね。ロシアともトルコともオーストラリアとも当然ヨーロッパとも、もっと言えばアメリカとこれだけ仲がいい中で、対北朝鮮も含めてやっぱり取り残されているのは中国ですから、非常に相手があることで難しいんですけれども、非常に長期の先を見ると中国と今日本がどういう関係に民間も含めて、より進めていくかっていうのは最も日本国の持続可能性にとって重要な部分になりつつあるなというのが今回の共産党大会を見て感じたことですね。各社お願いします。NHK の下田です。先ほど給料の お話がありましたけれども、働き方改革で残業代が減ってですね、消費拡大につながらないという指摘がある中で、経団連の方も、春闘で、残業代にこう、従業員に還元するような
手当というか対策を、まあ、検討するように要請したという話も出ています。この件についてまずお出しいただきたいと思います。残業代が、まあ、2、3兆円減るんですかね。それで、まあ、それだけ労働の質が高くなれば、同じ全く残業代減らした分だけ結果が出ていれば、それは各企業体ってのはそれぞれにやっぱり考えてその還元するのが当然だと思いますしね。それをこう全体としてこうあるべしっていうのは今なかなかまだ会はない段階で、どういう方策を取って還元していくか、それはあの先ほどの 2% とか 3% とはまた違ったやっぱり見方で検討すべきアイテムだと思いますけどね。非常に、まあ、難しいっちゃ難しいんですよね。それともう一つ、あのちょっと別件なんですが、トランプ大統領が5日から来日されますけれども、その日米首脳会談含めて、経済の安全保障面で期待されることについて。ASEAN だとか APEC とか、まあ、いろいろある中で、バーッとこうアジアを回って、来られる中で、やっぱり日本とアメリカとの関係性っていうのは、まあ、もう、去年の暮れから安倍さんとトランプのああいう個人の人間関係っていうのをこう育ててきて、まあ、今回も電話会議なりいろいろ聞こえてくるところによると、非常に親密さをアピールするんだろうと、まあ、一緒にゴルフをやるとかですね、無意に結構なことだと思うんだけど、まあ、そういうことで、悪いことはないと思うんですよね。ただ問題は北朝鮮とか中国がどう見るかだけの話なんだけど、やっぱりもうこういう状況に至ってはやっぱり日米っていうのを基軸にして外交を展開する以外は他に道はないだろうと。で、問題はその、まあ、安全保障防衛に関しては、まあ、その会は一つかもしれませんけれども、やっぱり経済をどうそれに絡めて、日本に妥協を迫るのか、まあ、それは完全に独立して経済は経済として、まあ、あの日米経済対話ってレベルで、あの、副総理、あるいは、ペンスさんとの会話に任すのか、あるいは直接トランプさんが結構 FTA 的なことを言ってくるのか、まあ、この辺は見てみない、まあ、トランプさんに聞いてくれって感じですか、ですけど、まあ、今の段階ではこの方策以外はなかなか日本としては簡単には見つからない状況なので、大いに友好関係をアピールしたらいいんじゃないかと思いますが。最新の本音でございます。まあ、ものづくりの現場でっていう、まあ、規制の問題についてお聞きしたいんですけども、まあ、その現場のルールと、まあ、外のルールが、まあ、相互を期待しているかと、まあ、まずなぜこういうことを決めたということと、あと、まあ、それはブラックボックス化していて、なかなか外からの目を踏み入れたのか、それはやっぱりその現場に対する、まあ、過信があって、まあ、それがその甘えて応募になるんじゃないかということですね。あと、まあ、これはその、まあ、例えば、30年とか40年とか政治的に考えれば、今の経営陣も当然知っているチャンスはいくらか、いつかの段階であったと思うんですけども、それがなかったっていうのは、それはどういうふうに考えているかというふうに、これもやっぱり今、ブロック社でいろいろなスキャンダルがこう出てきて、それぞれのスキャンダルが必ずしも同じ根ではないですし、例えば、まあ、国土交通省のそういう法令に対して実はあんまり、まあ、安全性とか意味を感じない企業体が、まあ、結構勝手にこう対応してしまったっていうものと、だったらそれは議論すればよかったじゃないか、意味がないなら意味がないっていうことをやっぱり官と民でもっとこうやればよかったんじゃないか、
いう部分が一つと、そういうまあスキャンダルも一つありますよね。で、そうは言ってもそれが全然上が知らなかったのか伝わらなかったかっていうと、まさに30年ぐらい続いているとしたら、まあその人たちが若い頃からその場にいるとしたら、よほどの本社の超エリートでどこにも行かないでデスクワークをやったやつ以外だったら分かってるはずなんですよ。だからそういうあるエイトスっていうか文化に毒されてしまって、そのままエリートたちが社長になってしまったっていう、まあ、これをどう考えるかっていうのがまあ一つと、もう一つはもう安全性とかそういうのも関係ないけれども、特別採用というか特裁って言って、その勝手に現場でこう解釈をしてしまうっていうのも含め、まあ、これはあの相当やっぱり別に経産省の指導も何もなく、自分らでお客様とスペックを決めて、それに対してスペックオフしているのに出してしまうっていうのは、まあもう基本的にもう話にならんっていうか、これもありますよね。これもまた30年以上続いているってことであれば、まあそうは言っても、まあ、だんだんその現場から離れて部長になり本社に転勤になり、部長から常務になり社長になってる感覚で、もうそれは十何年かかりますから、忘れてしまって現場任せになってしまった、こういう事象もあるでしょうし、まあ、あの今災害の話はないんだけど、結構保安とかそういう、かつて10年ぐらい前はまあ当社も爆発事故を起こしてですね、4人関係会社の人が亡くなるっていう、そういう事故があったこともありますし、まあ独禁法でいろいろ定量を受けたりいろいろした経験もあるんですけどね、やっぱり本当にその経営者っていうのは、そのコンプライアンスと安全、保安安全っていうのをどっかに損を期待したら、もう会社はダメになるんだと。で、自分自身もやはりそのマネジメントを去るんだっていう緊張感っていうね、これはやっぱり常に持っていくようにしていかないと、その社外取締役2人以上が 90% になったからとか、その形式の問題じゃないと思うんですよね。で、最近当然あの欧米流資本主義っていうか、まあ、株主のために会社はあるっていう、まあ、こういう部分も当然必要なんだけれども、やっぱり会社っていうのはステークホルダーズ全体のためにあるっていうか、それは社会のためにある、従業員のためである、従業員の安全のためである、やっぱり社会正義のためであるっていうか、あるいは当然一部インベスターの、あるいは銀行のためにあるというわけで、そのあまりにその収益だけを上げてね、でそういうところをちょっと若干目つむっても結果出せばいいんだろうっていう、これをもう一回見直す、まあ、要するにコーポレートガバナンスそのものを形だけでなくて仏に魂を入れるにはどうしたらいいかってことを提示してるっていうことだと思うんですよね。で、それはトップがやっぱりいかに忙しくとも現場をやっぱり常に見るっていうこの姿勢でも、これはまああのコーポレートガバナンスっていうのも重要なんだけど、僕はあのガバメントガバナンスって最近言ってるのは、ステートガバナンスっていうか国家のガバナンスってやつもやっぱり同じように重要になってきているなっていう、そういう気がしますね。だからお互い、まあ、僕らは僕らに事故に厳しいっていうか、この経営者として経営をやっている他の人たちを他山の石として、自己反省もし、ただそうかといって外にはあの厳しく事故に甘いっていうんじゃなくて、それなりにお互い火箸として議論をしていくということが、組織としてこういう経営者の団体としても重要な課題を突きつけられているなという気がしますね。かつての日本企業はまあその現場が強いと言われていて、それが多分今の経済成長の基本なんですが、まあ、結局その現場に対してマネジメントも、まあ、口出しできなかったんでしょうか、その距離感があったんでしょうか、この辺はその、まあ、ご自身の製造業と。原発の距離感、マネジメントの距離感ってどうあるんですか、うん、やっぱりね、上から下へとか、これは伝え
伝わりやすいんですよ。もう、まあ、社長メッセージ、あるいはいろんなメディアを使って、わが社はこういう状況にあるからこうしよう。だけど、下から上にはね、いいことしか伝わらないんですよ。ここでなんか優勝しましたとか、ね、ここで賞をもらいましたとかってのは、聞きたくてもないけど、もう言わなくてもいいこと言ってくるんですぐ、いいことは。安全表彰、まあそれはいいことならいいんだよ。とか、悪いことは隠すんですよ。だから、この下で悪いことをやっていることをどうピックアップするか、ここがね、やっぱり一番ポイントなんですよ。あのとにかくこここそ性悪説としてどっかで悪いことやってる、特に孫会社ぐらいになるとなかなか目が届かない。それはあの監査室なり社内の監査室なり監査委員会なり、あるいはあの取締役会の監査委員、そういう重層構造で監査をしてるんだけど、隠されたら分かんないんですよね。社内取締役なんて言ったってかのテーマに議題に上らなきゃ議論にもならないわけだから、だからその議題に上げるっていうこと、すなわち現場で何が起こって何が一番危ないのかっていうことを率先して下から上げる文化っていうかね、これをどう作っていくかっていうのは最大の課題だと思うんですよ。これはもう安全もコンプライアンスも同じ、やっぱりみんないい加減な作業をして事故につながる、数々の大事故を起こしてきてるわけですね、日本ってのは。まあ、それでも海外から比べれば少ないんだけど、結局あのそういう意味で隠す文化をどうオープンにするか、でそのための方策ってものすごく難しいんですけど、もう日頃とにかく悪いことやってはいけないっていう当たり前のことを言い続けることじゃないかと思いますよ。日本もそう働くこと、総選挙が終わりまして1週間過ぎて、明日は独立国会で、野党の方で、まあ、民進党が4分裂した後に議法修正みたいな動きがあったりなかったりということでした。これまでのこの1週間の状況ですね、代表幹事どのようにご覧になっているかということと、あとはあえてそういった中でも健全な野党の在り方ってどういうものなのかというのをちょっとご意見。まあ、感じとしては日本にやっぱり二大政党制ってのはなかなか難しいなって気がしますよね。あと本当に小選挙区制っていうこの体制、二院制ってのは本当にいいんだろうかっていう、そういう問題提起がされているような気がするけれども、まあ今野党のこの混乱ぶりを見てると、やっぱり一強とはいえ自民党がやるべきことをしっかりと、特にここまで、まあ、経済的にもアベノミクスという形で進んできたんだけど、その持続可能性ということを考え、今日日銀のまあ発表もあるように、まあ、ああいう緩和を当面続けるという中で、アメリカもヨーロッパもそろそろ出口を探る中で、ね、まあ、おそらく準備もされてるんでしょうけど、頭の体操はされてるんだろうけど、まあ、そっちはやっぱり我々としてはもう見ざるを得ない。そのああいう、まあ、はっきり言って自民党ってかなりこう右から左のものをなんとか包含して大人の世界を作ってるんだけど、どうも野党を見てるともうちょっとその辺トータルで妥協するってことをやらないと、どん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 四分五裂の世界でね、ますます弱っていくような気がして、まあ、はっきり言って頼りにならないなっていう気がしますよね。北海道新聞なんですが、今日は企業の上場企業の中間決算が今日、まあ、前半のピークを迎えているようなんですけども、で、まあ、今のところ非常に業績が良くてですね、企業も良くてというところになっているんですが、まあ、本当に企業のその業績の改善というか力がついて改善してきているのか、それともまだアベノミクス始まって以来のその円安ですとか、そういったものにやっぱり寄りかかっているのかという部分と、あと今後のリスクですね、中間決算に、まあ、中期、あ、通期、通期の決算に向けたリスクみたいなのがあれば、その、ね、うん、まあ、世界全体がいいですよね。中国とてまだ 6.9 ぐらい成長してるし、ヨーロッパも大体、まあ、2% ぐらいが、まあ、成長してるでしょうし、アメリカは3とか3以上というようなレベルで、まあ、相当そのリーマンの後に金融緩和をして、非常に経済を活性化した
それがようやく、まあ、10年とは経ってませんけど、非常に出てきたんだけれども、じゃあ実態はどうなのかっていうのはなかなか難しくて、新規事業が育ってるかっていう意味では、日本の場合はまだまだそうは言ってない。まあ、非常に全体がこう、底上げされた中で、グローバルに非常に、いい状況なんで、でましてや、これはもう金融緩和の最大のメリットは、やっぱり円安に導いてもらったがために、日本の場合は海外で稼いだ金が関西駅で3割ぐらい、かつて100だったものが130億で戻ってきてるっていう、これかなり大きいですよね。で国内はどうかというと、なかなかまだ単体損益はそこまで回復はされてない。輸出で食べるっていうスタイルから、もう現地で儲かったものを連結で取り込むっていう、そういうスタイルになってるんで、今はやっぱり非常に環境がいいっていうだけの話なんで、企業の本当の本質的な強さっていうのは、まあ、ここへ来て、そうは言っても企業体っていうのは地味にそのものすごくリストラをしたんですよね。弱いところは捨て、で、まあ、そういうがために若干内部では社内失業者っていうのもいることはいるんだけど、かなり露骨に切るものは切って、強いところを強めてきた。で非常にそういう意味でコストダウンのみならず、そのポルトフォリオマネジメントっていうか、ポルトフォリオトランスフォーメーションをしっかりやった。それが今現実にこういう結果になってると思うんですね。今まで非常に儲けの少なかったものをほとんどやめたとかですね、で儲けの高いものだけに集中したっていう、こういうことでうまく来たんだけど、もっと新しいものを、イノベーティブなものをクリエイトするっていうことが今後の最大の課題で、この5年間非常に時間をもらったんで、各社それぞれに新しい戦略を練って、その結果が出るのにまだ5年や10年かかるかもしれないけど、まあ、今はそういう意味で時間を非常に有効に使って次に備える時だと、こう思ってますから。